やめてください。ちょっとしたスキンシップやん。こんなこと。そんな過剰に反応するなよ。やめて。そんな気にするなって。くジュエル、あれってセクハラってやつちゃうん。そうやな。現代にあんなこってこてのセクハラ親父っておるんやな。自分割と大差ないからな。よし、わしが助けに行ってやるか。やめとけよ。わしこういうのほっとけへんのよ。正義感が暴走しとる。そこのセクハラ親父、女性が嫌がっとるやろ。はあ、わしのこと。お前以外に誰がおんねん。こんな白昼堂々セクハラしようってからに。許せん。俺がセクハラ、そんなしてないよな。しとったやろ。してないよな、そんな。なあ。してないです。いや、え、しとったやん。して。ないです。ほらな、勝手に言いかかりつけてきて、セクハラ親父呼ばれてお前なんやねん。覚悟できとるんやろな。いや、おかしいやん。さっき肩に手を回されとったやん。回されてないです。そんなアホな。アホはどっちやねん。ほんま、アホはどっちって話なんよ。ジュエル。ここでただことを荒げると女性にとってもデメリットやぞ。セクハラ被害者という認知が広がる。腹いせにクビになる。いや、でもさ。まずそもそも、そんな簡単に解決する問題ならセクハラという問題は深刻化せんのよ。え？立場的にも弱い女性がターゲットになりやすく、ストレートに助けを求められへんこともしばしば。そうなんや。それを直接的な助け方では二次被害を女性が被る可能性がある。そういった問題も危惧してるか？生半可な覚悟のやつが他人の問題に首突っ込むな。じゃないと誰にとっても被害者が生じへんねんから。そんなつもりじゃ。何事にも問題は様々な要因が絡み合って相互作用を起こしてる。それを理解できずに、自己中心的な正論をかざす勘違い偽善者は万死に値する。こんな言われる。問題を解決する際、被害者と加害者、両方の視点から物事を見る必要がある。先入観だけで解決に当たるのは思考が囚われて危険。この鍵なんやねん。とはいえ加害者という立場は変わらへん。絶対悪はお前や。あは？セクハラが行き過ぎると、強制わいせつ罪などに問われたりする劣気とした社会問題の一つ。だからなんやねん。おっさんが若い子に興味あるってだけでキモいのに、セクハラって、もうさっさと勢力借りろよ。風呂ない。まあでも気持ちはわからんでもないよ。え？若くて綺麗やった嫁もどんどん年老いて会話すらまともにない。不愛想に家事して、お前は金稼いで、淡々とした役割分担、冷め切った家庭環境。そら若い女の方がええに決まっとるよな。愛嬌もあって明るい女に惹かれるのって男の差がよな。でもな、それに釣られて、自分の立場悪用して手を出すお前は、キモさに個性を全て奪われた化け物やね。自分の立場脇もやろよ。お前はおっさんで既婚者で父親で店舗責任者やろ。この世はそんな感情に大抵のことは片付けられる。些細なプラスのために大きな損失を被ってるようじゃ生き方下手くそ好きやぞ。ごめんなさい。いや、ごめんなさいじゃすみませんよ。急に強気やん。